やろ。いやこれ壁、あ、なんかこれ最初これ悪者って書いてるけど大丈夫、はい、すごい生活習慣半端ないけれどこれ今かも状態がそこまで良くないやろ。サンダーボルトとか折れてるしな。お、何これ20万。あ、何これ、お、バックあるの、これ軽、中身入ってないな、これトーナメントバッグ。お前なんやねん、中身入ってないやんか、ありえへんって。お前箱に価値を見出せとでも言うんか。これはどうですか、これ2013年のパックっすよ。あ、これはね、中身はギガティックファイダー。あれ、ちょっと待って、これね、コナミに解散とあかんやっちゃうの。売っちゃっていいのか。大会キットって基本的に余ったらコナミに返してねって言われるような気がすんねんけれども。これはじゃあダメなやつ。これもありますよ、これも、これも、トーナメントパックやな。ダメなやつ。ダメなやつやろな。おい、ちょっと店名さらせ。あ、めっちゃある。あ、これ入っとる、なんか。ノーマルかい。ノーマル。しかもこれ海外版やで。お、何やこれ。中間版入ってますね。何やこれ。パックじゃないぞ。デュアリティコレクション。公式のデッキも箱だけやからな、全部。これいつのやつやろ。これだけちょっとなんか分かれへん。もしかしたらって感じ。開けます一回。あ、一個開けてみて。こんな大量あるけど、多分さほど大したことないでしょ。多分レアリティコレクションやから同じ。同じだと3万入ってる。え？同じだと4万入ってる。え？でもめっちゃ弱くない？あ、これ開いてある。え？うわ、開けてそれをもう一回別のカード入れたら確かにこれ。開いてるこれ全部。開いたやつに違うカード適当に入れて剥離しとる、なんか。これ悪質やな。これ悪質すぎる。これ悪質やな。これめっちゃ闇やん。ほら。これ買って箱に見えるやんか、全部開いてんねんもん。ほら、しかも中途半端な量っすね。しかもおそらく光もないと思うで。これだから引退品じゃないやん絶対。これ多分引退品も予想った詐欺やな。いや本当そうですよ、普通に完全にやな。完全に狙ってきてるね。やばいなこれ。でも普通に例えばこれレアリティコレクション、一見するとパックやけれども、ほらめちゃくちゃやん。うわ、開いてるもん。やばいってこれ。これはひどいな。これでも被害者が僕よかったっすよ。せやな。